マリアマリアのまるまるサークル、じゃじゃーん、始まりました。こんにちは、こんばんは。2回目ですね。2回目です。ありがとうございます、見てくださってる方。今日は後ろにある大堀公園にちなみまして、はい、大堀公園だ、有名ですよね。はい、1回行ったことありますよ私。あ、本当ですか。ボート乗ったことある。ということで、はい、今日は公園サークルです。おお。でですよ。でですね、今回からゲストが来てくれてます、はい、よかった。どなたでしょうか。呼び込みましょうか。はい、お願いします。ゲストの方。あ、はい、こんにちは、村重恵梨香です。よろしくお願いします。村重杏奈ちゃんの妹だね。そう、いつも姉がお世話になっております。あ、そうなってます。プライベートで遊びまくってる重ちゃんの妹、はい、妹です。恵梨香ちゃん、はい、顔似すぎ。そう、マリアマレイピョンさんめちゃくちゃいつも YouTube を見てますし、そう、大好きだったから嬉しいです。あえて事務所が一緒なんだよね。そうなんですよ、渡辺で、うん、なんか初めましてじゃないみたい似すぎて。そう、本当に言われるでしょ。でも私住んでるのは山口なんですけど、うん、山口から来てくれたの。はい、小学生の頃はずっと福岡に住んでて、うんうん、この大堀公園にもよく来てましたね。行ってた。あそこ通ってましたよ。マジで大堀公園。え、こんな雪降ることあんの。結構降ってますね。寒いですね。ある、全然降る。記憶が確かじゃないんですよね、もう古すぎて。若いよね、何歳。いや、17です。17で記憶の話してる。怖い、普通に。やめてよ、私でも26だけど27だからほぼ10個違うね。10個、やばいじゃん。何年生まれ。2006年。引くんだけど普通に。そっか、じゃあ今日はそんな10個違いのエリカちゃんと、はい、大堀公園で公園サークルしたいと思います。はい。何マジで。何なの本当に。本当に事故起きてる。本当に。もうと。わかったってば。へそのごま臭いとかは。ぜひの場所があるっていうことで、ぜひの場所聞いてるんですよ。いや、そうなんですよ。もうテンションマジ村重ちゃんなの。何そう、もう私大堀公園次来たら絶対行こうって思ってた場所があって、うんうん、そこにどうしても丸山レイピョンちゃんと行きたいんですよ。行こうよ。名前長くね。丸山レイピョンちゃん。ありがとう。レイピョンでいいよ。レイピョンで。レイピョンで、はい、じゃあレイピョンって。リカちゃんって呼ぶね。はい、はい、どこですか。こっちになるんですけど、公園じゃないじゃん。そう、こっち。もう公園は、まあ、後で。行くとして、マジで来てほしい。マジで行く。とりあえず黙ってきて、黙ってついてこいみたいな。ごめんね。最高。しげちゃん見てる？妹と共演してるよ。どこ行くの？で、あそこも信号立てあるんですけど、見える？見える見える。目見える。目見える。やばいよね普通に。ちょっとお姉ちゃんの香りしてきたよ。やめてリカちゃん。抑えて。行く、渡る。渡ります。オッケーオッケー。渡って。うん。もう本当正面にある、あ、ラルキーさん。ラルキーさん。そう、え、聞いたことあるかもしんない。そう、私これ、ね、友達のインスタでいつも見てて、うんうん、何屋さん。めちゃめちゃうまそうなパスタ屋さんなんですよ。パスタの店なの。そう、上がる上がるよね。いつもね大行列なんだけど、そうなんだ。今日はやっぱ平日だから。オッケーオッケー。やっぱ博多華丸さんとかのポスターあるとすごい一気に福岡感がね、うんうん、確かに。中もめっちゃ賑わってるよ。あったかそう。エリカちゃん、何パスタなんだろう。ペペ、何だったっけ。ペペ玉。ペペ玉。そう、ペペ玉っていうのがすごい人気らしくて。分かった。すいません、ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。お願いします。パスタ、ピザって書いてある。本当に初めて来た、うん、有名なんだここはね。有名なんですよ。いいですか。すいません、お姉さんお願いします。ペペ玉が美味しいって聞いたんですね。私初めて来て。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと絶対ペペ玉を食べたいので、うん、分かりました。2つお願いします。お願いします。どんな感じかだけちょっとざっくり聞いてもいいですか。ペペ玉って。ペペ玉ですか、はい、ペペロンチーノ分かります。はい、あれにこうトロフワな卵がめっちゃ絡んだ新食感。うわ、美味しそう。もうラルキーさんどのくらいなんですか、お店あって。お店自体はもう創業来年で50周年。そんなに新鮮なんだ。実は、はい、私の父と母が、はい、あの喫茶店から始めたんですけど、そこからこう1店舗だけです。それは混みますね、やっぱり。そうですね、母の思いが詰まってて、こうここに来ないと食べられないっていう一つのお店を守っていきたいっていう思いがあるので、それをずっと守ってます。伝統だね。素敵。
あペペタマいただきますか。そんな昔からあるんだ、ね、知ってた？知らなかった。知らなかった。じゃあ二人初対面ということで、うんうん、このパスタが来るまでに長くなりましょう。そうですね、そうですね。なんかあんまよくわかんないもんね、うん、17歳でしょ、うん、何座何座え、それ聞くそれ必要必要必要か。牡牛座。そうなんだ、うん、全然わかんない。わかんないよねごめんね。お羊座聞いてる？ごめんごめんごめん聞いてなかった。何座？ごめん。お羊座だよ。お羊座か、うん、いやわかんないね。わかんない。 何型、うん、大型。あ、 AB。 あ、合いそうじゃない？うん、何マジで何なの本当に。もっとなんかなんかある。なんか山口でさ、どういう活動してんの？へえ。アイドルなの？うん、タレントさんなの？タレントでやってるよ。え、いつデビューしたの？小学校2年生。早くね。え、お姉ちゃんデビューした時にはもうデビューしてたの？うん、いや、お姉ちゃんの後かな、さすがに。それは、うん、17ってでも私、うん、養成所入るの決めたぐらいかも、お笑いの。高校生。今高校生？高校生だよね、うん、そっか。高 2？ 高 3？ 高2。やば、どっちの方面にもアピールしたじゃん、高2を、うん慣れててウケる。いや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 、高2。もうやだ。ごめん。いいよ。いいのかよ。何なんだよ。兄弟いると本当に最高だと思いません？やっぱ私5歳上のお兄ちゃんいる、うんうんうん、なんか超喧嘩するけど、うん、喧嘩できる人っていなくない？いない。何でも言えるみたいな、うん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 、私鍵なくして実家の、うんうんうん、それですっごい怒られて、うん、お前本当だらしないなみたいな、うん、なんでそんなことやーそんなのさ、普通にお仕事相手とかさ、うんうん、友達とかにさブチギレできないじゃん、うんうん、分かる分かる。ブチギレできる人間が分かる、マジで分かる、マジで。そうえ、ごめんなさい空気察するの早っ。あ、来ました。 ありがとうございます。はい、え、いやー、ペペタマです。ありがとうございます。え、すごい、すっごい、熱々、ね、すごい、卵がピリ辛なんですけど、はい、辛いのが大好きだったらこれをなんすかそれかけると、うちの特製のタバスコになる。やば、タバスコ量をご自分かける感じで、うんうん、で今日は特別にちょっとトーストをお二人にプレゼントするんですけど、あ、はい、ラルキッズの皆さんはこのトロトロの卵をこのトーストにかけて、いやーって、あの、召し上がっていただいてますので、よかったら。すごい、高さえぐいね。あ、はい、ありがとうございます。食べよう、まだ試しだ、いっちゃっていいよ。え、マジ、うん、いただきます。じゃあ、いいよ。え、卵がね、すごいのよ、いっぱい入ってんね。トロトロだし、ふかふかやない？かわいいね、卵みたいな方が卵食べるの。え、ごめんなさい空気喪失するの早かわいいです。召し上がれ召し上がれ。いただきます、はい、うんうん、あ、ペペロンチーノだ、うんうん、ちゃんとガーリックがすごい効いてる。あ、嘘、本当に、うん、やっぱいただきますのトーンが村重ちゃんだとね、完全ね。いただきます。うわ、ちょっとじゃあうちも行ってもいい？うん、やばいじゃん。うわ、美味しそう。匂いがいいね、ニンニクの匂いが、香りがね、キャー、美味しそう。やばい、これが伝統の味、ラルキーさんのペペタマ。猫舌なんだ5分ぐらい待たしちゃうかもなるはやで、一緒にフーフーする。いただきます。うん、うん、うん、美味しいよね。これやばいね。やばいね。卵ふっかふか。ちょっと和風っぽいお味もするし。確かに確かに。うん。ペペロンチーノと卵ってこんな合うんだ。ちょっとタバスコも気になります。うん。行ってみていいよ。ちょっとかける。まあ、いけそうだった。まだこの辛さ的に。うん。辛いの得意だから。本当に？うん。気になる、めっちゃ。行ってみちゃおう。うん。ラルキー2なろ。ラルキー2。行っちゃって。うお、香りがでもすごい、このいい、うん、タバスコも、うわ、すごい、ほんとだ、これすごいね、すごい香りがまた変わった。楽しみすぎる。楽しみ。あ、もう辛い。せーの、
本当に事故本当だこれやば本当に事故起きてる喉に喉に来た辛すぎるちょっとハードル高めすぎましたね私いけましたねう突然激辛料理になっちゃった大丈夫うん注意が必要普通にほんらやば響き渡っちゃったうま辛になった完全にちょっとここだけ炎症がすいませんちょっとさパンもさ、うん、あ確かに言っていいかなこんな分厚いの見たことないうわパンがうまそうなんだこれうわうわでこれをこうしていただきますうんうんわうバターしみしみでめっちゃうまいうんあうまいバターやばいバターやばいよねうんあやばいこれパンカリッカリねジュワバタートロ卵うん上手最高キウ上手めっちゃ美味しかったねえマジやばかったやばかったねあったまったねでも本当だねうまかった、超ボリューミーだったしボリューミーだったね、うん、しっかり歩こうオッケーオッケー今からね今から歩いて運動しようぜ大堀公園ちょうどいいんじゃないそう歩きやすいからね大堀公園はあそうなんだ、うん、道が綺麗にされてるから、うん、道が綺麗にされてるとかっていう感性あるんだね、うん、そういう風に思いながら生きてて可愛い、うん、めっちゃ近っボート乗りてえ、ボート乗りたいねボート乗ったことあるんだよえあとなんか、私もあるようわ、いいね走りたくなるね、なんかね走りたくなるねいいね、走んないけどね、うちはね走んないけどねだからねちょっとまだきついんだよねあ休みの日何してんの私すごいあのギター好きでえー、意外そう、弾き語り一日中してますなんか普通になんかリボンとかチャオとか読んでポテチ食ってそのまま寝てそうなイメージだったのに弾き語ってんだそう孤独にねボートはボートやってなくねボートやってないよ、うん、人いないボートやってないボート分かったってばボートやってないよボートマジ助けて誰かもう諦めて立ち入り禁止になってるよ悪天候のため本日のボート営業を中止いたしますうんダメだよ無理かなちょっと諦めるか今日は諦めよっかでもさなんか見たくねなんか水面見てボーっとしたい確かにお腹いっぱいだからさねあちょっとカモちゃんのカモ挨拶しようカモ、ね、白いのもいるこんにちはこんにちはマリアマレーの〇〇サークル始まったんですけどチェックしてくれてる人一人潜ったあ来た来た来たあ嬉しいよろしくお願いしま す, あすごいお願いします泳ぐの上手フォローしてくれますインスタ持ってますもうやめてあげてくださいごめんね普通に言葉わかんないから多分当たり前のツッコミされた野球部も走ってる、ファイトー頑張るねファイトー頑張れおすげえ頑張れ野球部のお尻大好きちょっと見ていいいいよファイトーファイトーシャツイーンそれ何それ初めて聞いたんやけどその応援シャツイーンって聞いたことないよシャツイーンはシャツ入れなさい あちょっと疲れてあ口も結んでるうちも結んであげたくなっちゃってる差し入れとかねしたいねいけいけ負けるな何だよって感じだけどこれで負けないねあの子ね、うん、靴ひも結べてたかなちゃんと、うん、あそこ座ろうぜあいいね、でもやっぱ人間ってさ光合成必要だよねわ、うん、かるわかるおあこんにちはインスタ持ってるフォローお願いしますお願いします写真撮るかでこの景色もいいめっちゃあハトめっちゃおるやんえどこにほら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 えキキキモ本当だこれハトハトめっちゃハトこれうんこ漏れたら終わりだよそうだなちょっと逃げよう、あ、でっかカモだうわすげえ。あれはいっぱい食べてる食べてんね、緑色だもんうわ、絵文字じゃん、iPhone の絵文字のカモ確かにうわ怖いめっちゃ怖かったうん
いや私あのレイちゃんのも声にビビったよ。あ、ごめん声真似みたいなのもいけるし。あ、できてる。ちょっとやめた方がいいかも。来たよ、通じてんじゃない。めっちゃ来たもん。近っ。普通に何寒いってロシア語でなんて言うの。ホーランダ。ロシア語で喋って一回。ヤシチアスオーチンホーランダ。すげえ。私は今めっちゃ寒いです。あーなるほどね。へそのごま臭いとかは、へそのごまっていう単語が分かんない。へそは、へそポポーチク。ポポーチク。へそ臭いは、ポポーチクワニアイト。ポポーチクワニアイト。ワニアイト。ワニャー、ワニャーイット。ワニャーイット、うん、すごいね。ポポイチクワニャーイット。ポポイチクワニャーイット。今度アナに言ってみて。いい、言って。いいよ。ポポイチク、ポポイチクワニャーイット。ポポイチクワニャーイット。ポポイチクワニャーイット。びっくりすると思う。えって言うね、絶対ね。匂い付きのペンとかあった。あった。納豆の匂いのペンとか。え、あ、だいぶ来たね。あ、だいぶ来たね。カフェだ。なんかおしゃれ。みんなで入りましょう。ちょっともう寒すぎる。あ、いっぱいメニューあるぜ。わー。うまそうなのもあるんだけど。やばー。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。お邪魔します。カフェですか？カフェです。やめちゃのカフェ。やめちゃ？やめちゃって福岡ですよね。アンサンブリュー、うん、やった。なんかあれです、いろいろ入ってるやつですよね。オリジナルでブレンドしたお茶になって香りが良くておすすめです。感じてどうぞ。あ、本当だ。感じてる。結構ね、濃いというかしっかり香る、うん、本当だね、うん、柔らかい感じで、うん、で、こちらがほうじ茶ラテになります。はい、まあ、とりあえず温まりましょうか。はい、いただきます。いただきます。ありがとうございます。うん、体が起きた。あ、ふわふわ。うまい、うん、どう、ほうじ茶。泡がもう あるんだ上にね、うん、すごいふわふわ。これすんごいよ、匂い。マジ。え、もう結構ほうじ茶もあのしっかりね、ほうじ茶の味がほうじって感じ。まあこういうこと言うやつって大体いいやつだからね、普通に。いや、うまい、本当に、うん、本当にうまい。とにかくうまいってことだよね。そう、こういう名産をいただくのもいいですな、うん、大濠公園で、かわいい、うちら。ちょっとお茶飲みながら、17歳のエリカちゃん、学校で今流行っていることと、レイさんが学校の時代に流行ってたこと。あ、匂い付きのペンとかあったの。あったあったよね、うん、結構昔か、それは。じゃあもう、あの匂い付きの消しゴムとか大好きだった。あと消しゴムになんか爪きれいにするみたいな、えのがついてた。ヤスリがついてるってこと。爪ヤスリみたいな。すごい、恐ろしい時代だね。すごいじゃん。あと納豆の匂いのペンとか、それな、嫌じゃないの。大好きだった、そういうの。ラムネの匂いのペンとか、ぶっとくて書きづらいんだけど、でも持ってたら人気者になれるみたいな。わかるわかる。あったよ、ね、クレヨンの中がもう学校のステータス。わかるわかる。無印のもの持ってる人なんかちょっとね、おしゃれに見えたりとかしてさ。あったんだ。一緒だね、10歳違うけど。でもやっぱ時代は巡るって言うじゃん。うんうんうん、リバイバル的なね。たまごっちとかさ、うんうん、今またみんな持ち始めたし。マジで？あとやってましたよね、ゴリゴリに、うん、平成ギャルとかさ、今めっちゃギャル流行ってるし、うんうんうん、こういうのね。そう、こういうのね。確かにたまごっちとか育てんの
なえるんですよね、あれすごいね。死んじゃうからね。B で一回時間を止めておかないと、 B ボタンで押して一回時間 の、 あの表示に行って、時間をなんか止めておかないと死んじゃうから、うん、お世話してない間に。お母さんに頼んでもお世話しないのよ、お母さんの卵っちの。もうそういうのよくあったからさ、懐かしいわ。コンビニとかでも売ってた時代だ私。コンビニに卵っち、うん、卵っち売ってた。うわそれはすごいね。ほんとちっちゃいやつとか。最近何でも TikTok でしょ。まあ TikTok かな。なんかもうさ、誰かの歌流行るとかじゃなくて TikTok の音源口ずさむのがさ、うんうん、みんなあれじゃない、うん、でもそれこそなんか見るのもそうだけど、うん、友達と遊びに行ったら絶対 TikTok 撮る。あーマストなんだ、うん、でもう思い出にしとく。大変じゃない。大変よ、覚えらないといけないから。だよね、流行りめっちゃ移り変わるじゃん。すげーよね、うん、覚えらんないよね全部ね。大丈夫？記憶パンパンにならない？記憶の倉庫。なるよ。だからもうなんかいちいち振り付けとか覚えなかったら、なんで覚えてないんってめっちゃ怒られるもん。やっぱスペシャリストがいるんだ、うん、マジいっつも怒られてる私、うん、あそうなんだ。覚えろって。無理だよね、だって家で弾き語りしてんだもんね。TikTok やってないもんね家でね。そんな現代っ子がいるときに、あのタイトルコールのなんかポーズじゃないけど、なんかちょっと一瞬考えたです。どうどうどうする。なんかさ、今までは適当になんかこうやってやってたんだけど、うん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 、もっと可愛くする。なんかあ、何それ、クロスさせちゃってみたりとか。あー、こういうこと。これ可愛いかも。可愛い。丸丸サークル。丸見えないけどね、こっちから。あ、そう。こうしたらいい。ああ、お、お、これ何どうしてるこれ。これなんかこう、ちょっとお互い見てもらって。あ、可愛いじゃん。変なおじさんとかに声をさせたいね。確かに。まるまる。マリアマレーのまるまるサークル。あ、かわいい。じゃあこれにしよっか。できた。いいじゃん。さすが。早いね。早いね。いや、旦那に何でオムガシすんの。いや、前あった言ってたけど。何でオムガシすんの。いやいや。早いねって。いやいや。褒めたんだよ。早いねって。ありがとう。ありがとう。てか気づいたんですけど、小2からデビューしてるってことでしょ、うん、ってことはめっちゃ先輩だよね。なんからしいです。普通に敬語じゃないとダメでしたね、すいません。そんなことない。ちょっと気まずくなってきた、ここに。なんでマジやめて。じゃあ最後に2人で言って終わります。はい、はい、じゃあ今日は本当に来てくれてありがとう、はい、また来てくれたら嬉しいです。はい、もうぜひ。山口から来てくれてありがとうございました、はい、じゃあ村重里香ちゃんとお届けしました、はい、せーの、マリアマレーのまるまるサークル。イエイ。カン。あらした。カムサニラ。番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer で。そしてテレキオフィシャル YouTube チャンネルでは未公開シーンもアップロードします。チャンネル登録よろしくお願いします。ライブチーム。